はい、じゃあ足の踏み方です。まあポイントですね。一応ちょっと細かく話します。まあ足の踏み方なんですけども、椅子の位置っていうのも実は関係します。で、椅子の位置によって足の踏み方が、パワー重視、なので力が特に音量を出したい場合のセッティングか、もしくはスピードを出したい場合のセッティング、この大きく2つがおすすめとなっています。で、ちょっと動画撮ってるんで難しい、まあちょっと詳しくお話します。はい、分かんなくても最終的には数学の公式みたいにこうすれば大丈夫ですみたいなお話するんで、まあ、数学の証明問題と思ってください。はい、足のこの骨盤と、膝とかかとと足の中指、ここを点をまっすぐこう結ぶと一番力が実は入ります。どういうことかというと、まあ、立ってる状態で誰かにこう押されたとしても、ここがまっすぐ揃ってれば踏ん張ることができるんですね。で、逆にこれが例えばこうちょっと曲がっちゃ、まあ、これかなり曲がってますけど、この状態で押されるとおっとっとってこう前に行っちゃうっていうのがあるんで、まあ、これやってみると分かるんですけども、ここはまっすぐするとこうちゃんと踏ん張れる。で、逆を言うと踏んだ時に一番踏ん張れるんで力が入りやすいっていう、4つのこの縦の線なんですけども、そこをまっすぐこういう風に乗せるとパワーがかなり出ます。はい、もしかしたら、そうですね、これやっている方結構いらっしゃるのかもしれません。で、この状態で踏むとかなり大きな音が出て、アーティストの方ですね、こう叩いているとピョコって動いちゃう人がいるんですね。で、このピョコって動くのは思いっきり踏みすぎて体が浮いちゃうっていう、そのくらい、かなり力が入る踏み方です。で、セッティングの話にもちょっとつながっちゃうんですけども、足をこうまっすぐにして、今すねを取っちゃいましたが、ここにすねがあります。で、それを左右対称にして、左足のペダルを取ってあげるとこうやりやすいと思います。なので足は左右対称が多分一番やりやすいです。はい、これなぜか、例えば吹奏楽とかでやってる方だと L 字にしちゃう方結構いらっしゃるんですね。こういう、はい、これ実際多分やるとすごいやりづらいんですね。で、これどうしてるのかちょっと不思議なんですけど、足はこうしてるのかこうしてるのか絶対これはこれ開け閉めとかも全然やりづらいですし、はい、これはあんまりちょっとおすすめはしないです。はい、逆にこれやってる人、教室に来てる方で何人かいらっしゃるんですけど、なんでこれ、まあ、なんでやってるのってちょっとびっくりしたかもしれないですけど、なんか理由があるのって話すると、いや先輩が言ってたからみたいなっていうんで、あるんで、特に理由がなんかこれじゃないとでき演奏ができないとかあれば多分これものいいと思うんですけど、特段なければ、まあ、今の方が多分後々やりやすくなると思います。で、この踏み方のメリットです。パワーかなり出ます。はい、あとは譜面台が多少見やすいかもしれないですね。こっちに譜面台があると、はい、デメリット、まあ、デメリットかは分かんないですけど、正面向けない、向きづらい、まっすぐするとこのクラシもこっちに向いちゃうんですね。なんで指揮者がこっちにいればちょうどいいかもしれないです。なので正面はちょっと向けないっていうのがあります。で、これがパワー重視です。で、2つ目、ちょっと変わります。椅子を、まあ、真ん中に辺にこう持っていきます。足はこう平行ですね。こことここが平行になるようにします。で、このように座ります。で、これはメリットは正面にこう、座れます。なんで、まあ、正面見ながら叩けるっていうのはあるんですけど、一番は、足首の虚骨下関節っていう部分が使えるんですね。結構人間の足ってこう動くよりも、まあ、見えるんですね、こう動くよりもこう動かした方が上手に動くんですね。こう、まあ、足でとこう動かすよりこういうふうに動かした方が上手に動かしやすいんです。なぜかこれすぐ分かんなくても大丈夫です。右足だとします。映ってるかな。で、これが、まあ、こっちの足だとします。はい、で、右足から見ると体の重心って左側に来るんです。まあ、そのとおりですね。こう座ってて右足からすると重心はここです。まあ、重心からすると右足をこう、まあ、右側にあるのその逆ですね。で、 左足に関しては、まあ、左上に、あ、ごめんなさい、右上に重心が来るんですね。これ左足だとすると、まあ、分かりやすく片方だけちょっと言います。まあ、右足で踏みますので。で、右足からすると、まあ、立ってても、歩いたとしてもだいたいまっすぐじゃなくてこう横になるんですね。
回し、まあまあ、重心か、まあ、こうどっちかこうなってしまいますんで、でこの状態で足を動かそうとするとここの関節は実はもう曲がって動いちゃうんですね。逆をもっと分かりやすくすると、例えば足を骨折しました、もうギブスでガチガチにしてます、こうしか動けませんってした時にすごい歩きづらいと思うんですね。なんで片足で立って動くんだったら多分これしか使わないんですよ、はい、なんでこう固めた時に動きづらいっていうのがこの横の動きが阻害されちゃってて動きづらい。なんで、まあこまあ、ちょっと大げさにします、大げさにこうなっちゃいます、はい、こうするとちょっと分かりづらいんで、もうこの状態でもう関節ここですね、足がこうまっすぐにならないで、まあ、横になってて、さらにまっすぐ動けばもう関節の動きってまっすぐじゃないんですね、はい、走っててもそうです、歩いててもそうです、はい、っていうのがあるのでここの動きってやりやすいんですね。でそれを応用してこの状態にしてあげると、ここの関節もう斜めになってます。で足を例えばこういう風に踏んだとしても、まあ、ペダル、これはペダルだとして足がこうだとしても、もし足がこうなってたとしてもペダルを踏むときに大げさにするとこうなります。そうするともう関節はまっすぐ動いてないんですね、はい、なんでその胸骨下関節ってところを使えるんで、慣れてくるとこっちの方がスピードは出やすいです、はい、なんでこう足首を使うよりこう使った方がやりやすいんでこのセッティングにしてます。はい、全然分かりづらいですねっていうところで、慣れるとやりやすいんですけど、まあ、証明問題みたいに簡単に最後説明します、パワー重視の場合、右足をこうまっすぐにしてください。これパワー出ますスピード重視、真ん中にしてくださいねこれだけです理論を言うとさっきのものになりますなんで、そうですね、まあ、まずはちょっとこれまあ余談で聞いてください足の踏み方、まあ、全く関係ないわけじゃないんですけども、はい、まあ、ちょっとこの方がやっぱ足はなんかスムーズに動きやすいっていう方結構いらっしゃいます、はい、で戻ります。まあ分かりやすくてこっちまっすぐしちゃってもどっちでもこの椅子の位置に関しては大丈夫です。はい、じゃあ、本題ですね、踏み方に入ります。でドラムペダルっていうちょっと特殊な機械を使ってまして、ここにバネがついてます。ちょうどカメラで見えないところなんですけども、バネがありますので、こうピタッてくっついてる状態でも離すとこう後ろに戻ってきてくれます、はい、なんでこれが大きな動きになります。まず足の踏む位置です、これプレートって名前がついてるんですけど、だいたい8分目のところを踏みます。そちらだと、ちょっと丸い形してるんですけど、その頂点ぐらいですかね、丸の上ぐらいがちょうど8分目、こっちだとこのヤマハのロゴのマークぐらいが大体8分目ぐらいになります。でここに足を乗せます。で、かかとは実は常に浮いてます。いろんな踏み方あるんですけど、まずはこれをぜひ習得してください。でかかとを浮かしてくださいっていうと全力横を上げる人もいるんですけども、上げてるかかとを浮かす意味はつま先に体重を乗せたいんですね。なのでつま先に体重を乗せておけば一見こうついてるように見えても大丈夫です、はい、あんまり上げるとやっぱこうふくらはぎパンパンになるんで下に行ってた方が安定します、はい、で8分目でかかとは常に浮いてる、まあ、こう踏んじゃってもいいんだけども体重はこっちに来てれば大丈夫です、はい、で椅子はもちろん半分より前に座ってるんで、こう足を置いた時にこれが多分ピタンってこうくっつくと思います、はい、これがスタート位置ってしてます。でこの状態から、多分どこでは話してないんですけども、理想の踏み方、軽い力で大きな音が出ると一番楽です、はい、その踏み方をお話します。普段この白いのがビーターって名前がついてるんですけども、ここにあるんですね。で一回ここにくっつけます。で離すとこんなところにしちゃいます。普段ここです、離すとここです。なんでここに来た瞬間に踏んであげると遠心力をすごい使えるので軽い力で大きく叩けるっていう、はい、そんな仕組みになってます。じゃあ実際ちょっと叩いてみます。ちょっと動画でもかなり大きな音になりますので、ちょっと気をつけてください。まあ、この状態ですね。でポイントは足を離してすぐ踏みます。ちょっと大きな音出ます。これ実は全然力入れてないんですね、まあ、足の重さだけです、はい、あとその遠心力こううまく使ってあげて、こういう感じで全然力を入れなくても大きな音が出ちゃいます。で踏みつけようとするともっと音量は出るんですけども、
はい、まあ、そんなにはいらないと思います。はい、で、音量を抑えたい場合は逆です。これをあんまり返さないようにします。こうすれば全然音出ないです。まあ場合によってはかかとつけちゃってもいいかもしれません。あの音量ちっちゃい場合、私もあの音量とにかく小さくしたい場合はかかとつけて踏むこともあります。はい、ただこれで大きく音量出そうとすると結構すねがパンパンになります。はい、で勝手に何ですかね、体育会系な踏み方って呼んでたりするんですけど、痛くても曲が終わるまで踏まなくちゃいけないみたいな、あ痛いみたいな、そう、そうなんでだいぶ体育会系かな、まあ、辛くても走んなくちゃいけないみたいな、そんな感じで止まれないみたいな、止まると演奏が止まっちゃうみたいなっていうのがあるんで、ただここを鍛えれば鍛えるほどスピードも上がってパワーも上がります。はい、っていう踏み方です。まあ音量下げるときはこっちの方がいいかもしれません。はい、ただ音量出したい場合はかかと上げて、ここに上げて、なるべくこれを後ろにしてあげる。で、注意点いくつかあります。一つですね、これ小学生に多いんですが、足を全開曲げちゃう、踏みつけちゃう、はい、なんでこうペダルと足が離れすぎちゃうとやっぱり狙ったところで踏めないっていうのもあります。はい、上げてこうくっついたとき、くっついてから踏むときにちょっとだけ時間差ができちゃうこともありますので、はい、まあ、なるべくあの全部ずっとくっついたままってできないと思うんですけども、なるべくこうくっついてるような状態にしてあります。とにかく、まあ、つま先あたりはこう、まあ、近づけてあげる感じですね。こういう感じです。まあ、今、軽く踏んでます。こういう感じです。はい。で、してあげます。で、二つ目。これ、ペダルよく見ると、こう、斜めになってるんですね。はい。斜めになってるんで、こう、斜めに踏んじゃう方もいらっしゃるんですけども、あんまり斜めに踏もうとすると、どんどん足がこう、前にちゃいます。で、気づくと、あれ、これ以上進まないみたいな、はい、状態になって、まあ、これ、あの、ベルトっていう、まあ、正確にはプラスなんかナイロンとかそういう素材でできてるんですけども、チェーンでできてるのとかあるんですね。でチェーンでできてるとやっぱり油とかが結構くっついて、なんか気づくとここになんか黒い線がついてるみたいなそんなこともあるので、はい、まあ、別にまあそうですよね、そこまですごいトラブルあるかってちょっと何とも言えないんですけど、そこまでまっすぐ前に踏んだことがないのでもしかして外れるまではしないとは思うんですが、まあ、なるべく真上に上げてこう落としてあげる、してあげるといいです。はい、そうすると前に進まないっていう、はい、まあ、上に上げて真下に下ろしてあげる。で3つ目、これが一応最後になります。あともしかしたらちょっと細かいコードが出てくるとは思うんですけども、大人の方にこれ多いです。一度こう上げて待っちゃうんです。あれ音が出ないっていう、これなぜかっていうと足を上げて待っちゃうとこう戻っちゃうんですね。せっかく一瞬ここまで来たのにまた戻ってここで踏んじゃうと音が出ない。あれなんか音が出ないな。なんで慎重話はちょっとこういうあれみたいななんで意外と上げてすぐムってするとこうちゃんと音が出やすい。上げて待っちゃうとあれみたいなっていうのがあります。はい、足の踏み方、こんなのが、注意点となります。以上となります。